アイスクリーム食べたいです。アイスクリーム食べたいですか。なんか嫌な予感しますけど。これのことでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ただただで食べさせるわけにはいきません。今日の企画は、はい、今日の企画は、はい、アイスホッケー用語ゆういちろうくんがどれだけ説明できるかクイズ。5問正解すれば食べれます。5問答えられなかったらハーゲンダッツはお父ちゃんとお母ちゃんで食べます。第1問、ニュートラルゾーンとは何でしょうか。ニュートラル、はい、ニュートラルゾーン、真ん中、真ん中、真ん中の、真ん中、もうちょっと具体的に言うと、ブルーラインとブルーラインの間、うん、そう、正解。じゃあ1問、はい、1問正解。うわー、次ちょっと難易度上がり、ちょっと上がります。ちょっと反則名とかそこら辺かな。第2問、第2問ですね。トランジッションとは何でしょう。トランジッション、はい、トランジッションってあの練習でなんか送るみたいな、はい、そのはい、それはどういう意味なんですか。なんか敵あのパックを見放さないようにするとか、そういう。じゃあヒント、はい、攻められてました。はい、敵から攻められてます。だったらディフェンスじゃない。で、その後トランジッションが起こるんですよね。守ってました、うん、だけどそのパックを味方が奪いました。その後どうなりますかっていうの。体寄せるとか。あれトランジッションってうちの練習でもやってるじゃないですか。やってるよ。だけど意味は、その意味って何なのかっていうところなんですよ。守備から攻撃に移る動作のことをトランジッションと言います。はい、これどうした、三角ですかね。はい、第3問、スティックを握る、握る時に上の手をトップハンドと言います、うん、下の手は何て言うでしょうか。え、そんなの聞いたことないよ。ない。え、下って英語で何て言うんだ。下って普通アンダーとか言うんだけど、まあ、アンダーハンドとかというもしかしたら言うかもしれないんだけど、じゃあ、あの違う、あの名前があります。レフト、まあ、多分出ないでしょ、これは。いや、ね、これやっぱポちゃんが難しい問題を出しすぎたということで、はいはい、ちなみにボトムハンドってボトムボトム聞いたことないね。ない。じゃあ次いきますよ、はい、まだ1問しかあってない。第4問、ちゃん4問、リグループとは何ですか。どう攻めていたけど一回ブルーラインがね、なんか行っちゃったから、うん、なんかまた立て直すみたいな。どういう風に立て直しますか。パスしたの誰に、ウィングとかセンターとか。ディフェンスは、ディフェンスにいや、ディフェンスにパスする。そうだよね、ディフェンスに一回戻したりして、うん、攻撃を立て直すという。同じやん、俺が言ったことですね。はい、正解、はい、正解です。第5問、はい、オーバーとは何ですか。オーバー、オーバーはよくオーバーって選手が声かけてる、なんかディフェンスが
あのなんかね、攻められてる時にパック取って、うん、あのコーナーとかでね、うん、そしてね、オーバーって言ってなんかパス出して反対側からなんか敵が来てるから後ろには、だから出しても取られるからこっちから行くみたいな。誰にパス出しますか、ディフェンスは。ディフェンス同士。おお、いいですね。 DD 感ですね、よく聞く、うん、DD 感、うん、はい、そうです。で、そう、あのディフェンスがサイドチェンジすることですね。はい、はい、そうですね。はい、正解です。第6問。6問ですね。リム。リムとは何でしょう。リム聞いたことないか。リム、リム、なんかの名前難しいね。リムって何？これは出てこないか。まあ出てこないでしょ。じゃあまあ正解言いますよ。リムとはフェンスを使ってぐるって回すパス。よくやるでしょ。レッドイーグルス北海道。第7問、はい、チップ。チップとは何でしょう。分かった、はい、たまになんかね言ってます。なんかね、ウィングが45度でもらった時にボードで、あのボードね、ボードとかに当てて、はい、あの飛び出しとかに渡すみたいな。そうね、ボードを使って味方にパスをするみたいなね。正解です。これで4問ですか。はい、じゃあ第8問、アイシングを説明してください。はい、アイシングは赤いライン、セーターラインね、ね、のところより、うん、なんか後ろで、はい、ここが赤ラインで、で、こっちの中で、まだ一回行ってないのにパックごとバーンってバーンバーンってなんかやって、奥に入れたら奥とは、奥とはって、ここら辺までビーってやっちゃったら、ここら辺で、うん、どこら辺ですか、そこなんかディフェンス、うん、ここのなんか線みたいな、なんかディフェンスが、それの線は何て言いますか。この線赤線、その線に名前は、うん、ゴールラインですね。ゴールラインのところを切って、うん、ディフェンスが届かなかったら、センターラインより手前からパックを流してしまって、誰にも触らずにゴールラインを割ったら、アイシングになる。たらアイシングになりますね。そしてなんかここからスタート。あ、そうですね、フェイスオフがね戻されるんですね。はい、はい、じゃあ本問正解ということで、おお、ハーゲンダッツサービス、サービス、ファイブサービスですから食べていいです。これでストローでいただく。美味しいです。